アウトバーン20は、ドイツの高速道路、アウトバーンの一路線である。バルト海の海岸線の近くを通るという、地理的な特徴からオストシュータ版、またはカスタノート版として知られている。工事は、1992年に、ビスマール、ノールジャンクション付近から開始され2005年12月に、終了した。建設コストは18億ユーロと見積もられている。A20 は、 メクレンブルクイコールフォアボンメルン州が 279km、シュレースビヒホルシュタイン州が 17km、ブランデンブルク州が 27km あり、1945年以来継続して建てられた、最も大きい新しいアウトバーンとなっている。シュレースビヒホルシュタイン州、バート・ゼーゲベルク付近で起点を置き、リューベック付近で A1 と交差する。 その後メクレンブルクイコールフォアポメルン州に入り、同州のバルト海沿岸を走り、西から東に横断する。これによって、同州沿岸部の主要都市をすべて経由する。ビスマール付近で A14 と、同州最大都市ロストック付近で A19 と交差する。クライフスバルトを経由した後、方向を南に変え、ブランデンブルク州に向かえる。同州のウカーマルク地方で、 A11 と合流して終わる。計画されている A20 の延長線、A20 をニーダーザクセン州北西部にある A28 まで延長する計画がある。この延長を実施すれば、バルト海沿岸だけでなく、北海沿岸の路線にもなり、ドイツの北海岸の西部にも沿う,うようになる。最終的な長さは 541km になるとされている。 IC 番号の数えは現在リューベック JCT で始まり、それより西の短い区間の IC は番号を有していない。A28 までの延長が実現されたら IC 番号の数え方が変わる可能性が高い。なお、エルベ川と A28 の間の区間はかつて A22 として計画された。A20 の延長計画に関しては賛否両論が激しく議論されており、 計画される路線の近くの住民が反対運動の中核になっている。彼らの反対の理由は環境破壊と騒音に関する負担及び新たなアウトバーンの経済的な必要性に関する疑問である。賛成派の中核的な存在はニーダーザク選手北西部の経済界の代表者である。ありがとうございます。